ミュラ。ミュラ、ミラ、マイラは、小アジア南西部のリュキア地方にあった古代都市。その遺跡は現在、トルコのアンタルヤ県のデムレ、ディームは、2005年まではカレケールという、小さな町の近くにある。地中海と山地の間に開けた中石平野に位置し、デムレ川、古代のミュロス川が、遺跡のそばを流れている。学者の中には、 ヒッタイトの時代に小アジア西部にあった王国の町として記録に残るミラ、ミラが後にミュラになったとする者もいるが、両者のつながりには明確な証拠はない。ミュラの町が記録に登場するのは、リュキア地方の都市国家によるリュキア連邦、紀元前168年から43年が成立した後、その一員として列挙されてからのことである。ストラボンの地理書14。 665によれば、ルキア連邦の中でも最大級の都市であったとされる。この町に住んでいた、ギリシャ系住民は、アルテミス・エレウテリア、アルテミス・エルスリア、自由の女神としてのアルテミスを崇拝し、アルテミス・エレウテリアはこの町の守護神とされていた。またゼウス、アテーナー、リュケイも、大いに崇拝されていた。ルキア時代、 およびその後のローマ帝国時代の町の廃墟は、デムレ川が運んだ土砂の堆積で埋まっている。デムレ川平野の上にあるアクロポリスや、ローマ劇場やローマ浴場などは、部分的に発掘が進んでいる。半円形の劇場は141年の地震で、崩壊した後に再建されたものと考えられている。岩をくりぬいて作られた墓地は、リュキア独特のものである。垂直に切り立った。 大きな断崖の表面に墓穴を追いがち、その周りを神殿の正面のような装飾で刻んで作った墓が、集積したネクロポリスが揺ら付近には二つあり、それぞれ川のネクロポリスと太陽のネクロポリスと呼ばれている。太陽のネクロポリスは劇場の北西にある。劇場からデムレ川をメートルほど遡ったところにある川のネクロポリスのうち、よく知られたものは、 ライオンの墓所あるいは、彩色された墓所と呼ばれるものである。イギリスの考古学者で旅行者のチャールズ・フェローズ。チャールズ・フェローズは1840年にこの墓所を見たが、なおも赤や黄色や青の彩色が鮮やかであったという。アンドリア家、アンドリークは古代の三浦の外交であったが、後世に土砂で埋まってしまった。今も残る構造物には、ローマ皇帝、ハドリアヌス。 在117年から138年の地勢に建てられた穀物庫ある。その横からは、アッキガイカの貝、ミューレックスの貝殻の山が見つかっており、この地で貝紫色の染料の生産が行われていたことを示している。キリスト教の布教の初期、ミュラはリュキアノフ主教がいる都市であった。ミュラは、パウロがエルサレムからローマへ連行される旅の途中に、 船を乗り換えた場所として伝統的に知られている。ミラノ・ニコラオス。聖ニコラオスは4世紀のミュラの大主教で人々のために働き、聖人としてキリスト教世界で広く崇敬されるようになった。海運の守護聖人ともされている。ニコラオスは325年の第1回2回野工会議ではアリウス派と激しく対立したと伝えられるが、 公会議の参加者の署名の中にはニコラオスの名は見られない。東ローマ帝国の皇帝テオドシウス2世、在位408年から450年の地勢には、ミュラはリュキア州の州都となったアッパース朝は、第5代カリフ・ハルーンアイコールラシードの地勢に、東ローマ帝国への申請を行い、809年の包囲戦によりミュラはアッパース朝の一部となった。 東ローマ帝国はその後この地方を奪還するが、ミュラは次第に衰えていった。アレクシオス一世、コムネノス、在位1081年から1118年の治世の初期、ミュラはイスラム教徒のセルジューク朝に征服れた。陥落後の混乱の中、イタリアのバーリ出身の船乗りたちが、聖ニコラオスの聖遺物である以外、不休体などを収し、 ミュラの教会の人々の反対の中、バーリへと持ち出してしまった。1087年5月9日に聖遺物はバーリに移され、以後聖ニコラオスの巡礼はバーリに通うようになった。ミュラの聖ニコラオス制度は6世紀に建てられた。現在残る建物は8世紀から建築が始まったもので、11世紀後半に修道院が追加された。しかしその後放棄されたとみられる。 1863年、ロシア帝国のツァーリーアレクサンドル2世は、聖ニコラオス聖堂を買い取り修復を始めたが、作業は進まなかった。1963年に、聖堂の東側と南側が発掘された。1968年には、聖人の墓所、カンフェチオの跡地に屋根が架けられた。聖堂の床は、彩色された大きめの大理石などを埋めて、 絵や模様を描く一種のモザイク画がよく残っており、壁にはフレスコ画の跡も残っている。古代イギリシャの石棺、サルコファガスも残っており、聖ニコラオスの普及体の安置に再利用されたと見られるが中は何も入っていない。普及体は1087年にバーリの船のりたちに持ち去られ、現在はバーリの大聖堂に安置されている。聖堂は現在も 発掘と再建が進められている。2007年にはトルコ文化省が制度内部での生態礼儀を許可した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。